はい、大丈夫です。少し緊張するだけで。え、私が緊張することがおかしいですか？いえ、もちろん観覧車に乗ったことはあります。遊園地へ行くと、レンゲがいつも誘ってくるので。しかし、殿方とこのように二人きりでなど、当たり前です。そんな経験、あるわけないではありませんか。確かに、私は最年長学年の星盛りですが、戦いの経験と色恋の経験は別です。ましてや、その相手が先生となると、緊張の度合いが違うと言いますか。え？いえ、何でもありません。え？景色？そうですね。とても綺麗で、みんな楽しそうです。なんだか不思議ですね。こんなに穏やかな気持ちで先生と観覧車に乗るなんて、あの頃は考えもしませんでした。これからも、この景色を守るために、気を引き締めなくてはなりませんね。え、いつもの私に戻りましたか？先生のおかげです。そうですよ。まだ、少し胸の鼓動は早いですが。いえ、こちらの話です。あの、先生、つかぬことをお聞きしますが、先生はこういう経験、終わりですか？はい。女性と観覧車に乗るような経験です。はあ。人並みに、ですか。なるほど。それなら、今日は私をエスコートしていただけないでしょうか。先ほども申しました通り、私はあまり経験がありませんので、先生にご指導いただきたいのです。この先、二人きりで何をすればいいのか。私には、その、これといって思いつきませんので。あ、はい、ありがとうございます。では、先生。観覧車を降りるまで、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。